野上農林水産大臣。農林水産委員会の開催にあたりまして、私の所信の一端を申し述べます。まず冒頭、新型コロナウイルス感染症やこの冬の大雪による被害、先月の福島県沖を震源とする地震などの災害により、命を落とされた方々のご冥福をお祈りするとともに、罹患された方々、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。 今般当初の幹部職員が倫理規定違反で懲戒処分を受けるに至りました農林水産行政に対する国民の皆様の信頼を大きく損なうものであり、深くお詫びを申し上げます。一時でも早く信頼を取り戻すため、再発防止と倫理規定の遵守を徹底し、国民の皆様の厳しい視点を常に意識しつつ、日々の仕事に真摯に取り組んでまいります。またたたた国民のの皆様にに疑念を持たれることがないいいよう養養鶏鶏行政の公正性について検証いただくため 経行政に関する検証委員会を設置いたしました、しっかりと検証いただき、その結果を公表したいと考えております。昨年来、新型コロナウイルス感染症により、農林水産業、食品産業を含む我が国の経済、社会に大きな影響が生じております。また、昨年12月からの大雪により、農業用ハウスの倒壊、破損などの被害が生じております。これらに加えて、豚熱や鳥インフルエンザなど、家畜伝染病への対応も続いております。このような大変厳しい状況の下、現場でご尽力されている方々には、本当に 頭の下がる思いであり影響や被害を受けられた皆様が1日でも早く日常を取り戻せるよう全力で取り組んでまいります大雪被害につきましては私自身新潟県の被害状況を視察し被災された方の 声を直接伺い被害の深刻さを肌で実感しましまた2月には農業用ハウスや畜舎の再建、修繕等の支援対策を取りまとめたところであり、被災された農林漁業者の皆様の負担を軽減し、確かな経営の継続と速やかな経営再開が図れるよう、きめ細やかな支援を実施してまいります。 続きましてます農林水産業は関連産業である食品産業とともに、国民の皆様に食料を安定供給し、地域の経済やコミュニティを支え、その営みを通じて国土の保全などの役割を果たしているまさに国のもとであり、農林水産業を発展させるとともに、日本の原風景である美しく豊かな農産業層を守っていくことが重要であると考えております。一方我が国のの農林水産業は人口減少に伴うマーケット 減少、高齢化の進行など厳しい状況に直面しています。さらにコロナ禍により。 需要の減少や価格低下等の大きな影響を受けているだけでなく、デジタル技術活用の進展など、社会構造の変化にも直面しております。こうした多岐にわたる課題の解決に向け、昨年閣議決定された食料、農業、農村基本計画等を踏まえ、産業政策と地域政策を車の両輪として、2030年の輸出額5兆円の目標の達成に向けた施策の抜本的強化、生産基盤の強化や担い手の育成確保、スマート技術の開発実装、多様な人材や地域資源を活用した新たな 農村政策の展開、国土強靭化等の重点課題に応えられるよう、着実に取り組みを進めてまいります。そしてそれら,これらを通じ、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図ってまいります。さらに昨年12月に農林水産業地域の活力創造プランで打ち出しました、ポストコロナに向けた農林水産政策の強化の検討も進めつつ、農林漁業者の所得の向上や、 農産漁村の活性化に引き続き全力で取り組んでまいります以下具体的な施策を申し述べます今般の緊急事態宣言による影響も含め新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた農林漁業者の皆様や関連 事業関連産業に従事される皆様の生産基盤を守るため、引き続き生産の継続や販売促進等の適切な支援に全力を尽くしてまいります。昨年の農林水産物、食品の輸出額は、コロナ禍にもかかわらず、8年連続で過去最高額を記録し、9223億円、小額貨物なども含めると、9866円となりました。我が国の農林水産業 のの発展のためには、拡大する海外市場の成長を取り込むことが不可欠です。このため、質拡大実行戦略に基づき、日本の強みを最大限に生かす品目別の具体的目標の実現に向け、まあ、ゲットインの発想で、質にチャレンジする農林水産業者の後押しや、農林水産物、食品、 輸出本部を最大限活用しつつ、省庁の垣根を越え、政府一体として日本産食品の輸入規制など、輸出の障害を克服するための対応の強化等を図ってまいります。併せて、輸入品が多くを占める、加工、外食、中小原料の国産への切り替えも進めて進めます。えー、輸出を含め、農林、漁業や食品産業の分野における新たな動きに対応する資金需要に応えるため、フードバリューチェーン全体への資金供給を促進することを内容とする、 農業法人に対する投資の円滑化に関する法律の見直しを行います SDGs や環境の重要性が国内外で高まっておりますこのような動きに対応し CO2 ゼロエミッシ,ション化化学農薬化学肥料の削減有機農,薬農業の面積拡大等に向け食料農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションにより実現を目指す緑の食料システム戦略を本年5月までに策定いたします 社会全体でデジタル技術を活用した変革が急速に進展する中、農林水産分野におきましても生産性を向上させ、成長産業化を推進するためのデジタルトランスフォーメーションの実現に向けた取り組みを進めてまいります。またロボット、AI、IoT、ドローンなどの先端技術を活用するスマート農林水産業の推進に向け、技術開発や現場実装の促進、スマート技術を用いた農業支援サービスの育成を進めてまいります。中山間地域をはじめ活力ある農産業種の実現 するため日本型直接支払い制度による下支えを図りつつ、農泊・農福連携、鳥獣対策やジビエ利活用などの取り組みを進めてまいります。また、コロナ禍において再認識された農産漁村の持つ価値や魅力を活用して、多様なアイデアにより所得と雇用を生み出す農産漁村発イノベーションを進めてまいります。地域の農業生産や必要な農地を確保するため、農地バンク、農業委員会など関係機関の現場レベルの連携を徹底し、人農地プランの実行を通じて、年内定の農地集約、 後集積、集約化を加速化します。畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中で、省力化機械の導入や、増等増産等の取り組みを推進するため、建築基準法の構造等の基準によらず、畜舎等の建築等ができることを内容とする法制度を整備してまいります。収納の検討、準備段階から経営を確立するまでの経営総合的な支援などにより、 多様な人材の育成確保を進めます。併せて、次世代の担い手への農地、その他の経営資源の確実な継承を推進します。また、本格化する人口減少等を踏まえ、各地域において農業経営を行う人の確保や、農地の適切な利用の促進、農産予算での所得と雇用機会の確保等のための策について検討し、本年6月までにその結果を取りまとめます。米政策については、需給と価格の安定を図るためには、令和3年産の主要 食用米について、過去最大規模の作付け転換が必要な状況となっております。高収的作物、麦大豆などの需要に応じた生産を支援する、水田フル活用等により、すべての関係者がしっかり連携して、需要に応じた生産・販売を推進してまいります。 地域の農業を発展させていくためには、農業者の所得向上に全力で取り組む農協が欠かせません。農林水産省としても、j グループが自己改革の取り組みを着実に進め、具体的な成果を上げるよう改革に協力してまいります。また、農林中央金庫について、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、農水産業協同組合貯金保険法の見直しを行います。農業者の所得向上に向け、引き続き生産資材業界,生産資材業界や、 流通加工業界の再編、えー、参入を促進してまいります特に食品流通については情報通信技術の導入や物流の効率化による、えー、合理化・高度化を進めてまいります農業の競争力強化や農村地域の国土強靭化に向け農地の大規格化・汎用化農業水利施設の長寿命化やため池等の豪雨耐震化対策など農業農村の基盤整備を推進してまいります 食の安全と消費者の信頼の確保と理解の増進のため、引き続き科学的根拠に基づく食品の安全性確保、正確な情報伝達、食育の推進に取り組みます。今シーズン過去最大の発生となっている高病原性鳥インフルエンザにつ,きついては、これまで発生権への人的・物的支援、主要衛生管理の全国一斉点検、 ウイルスの特徴を踏まえた分かりやすい情報の伝達などを行ってきましたが、引き続き一層の警戒感を持って対応してまいります。また、発生農家への支援もしっかり行ってまいります。豚熱は、アフリカ豚熱も含め、家畜伝染病に対しては、発生防止まん延予防のため、都道府県や関係省庁と一体となって取り組むとともに、改正家畜伝染病予防法を適切に執行し、対応してまいります。森林林業政策についてです。森林林業基本計画の見直しに向け、現場の声に、 をを傾けながら精力的に検討を進めてま,いりま,すまた森林資源の適切な管理と林業の成長産業化に向け、森林整備・地産対策を推進するとともに、意欲と能力のある林業経営者への森林の経営管理の集積・集約を進めます。さらに森林の二酸化炭素吸収源としての機能保全強化に向け、干ばつ等を促進するための交付金等の支援措置を令和12年度まで延長するとともに、成長に優れた苗木の 植栽の促進等を内容とする森林の幹伐等の実施の促進に関する特別措置法の見直しを行います。このほか木材生産や増林作業の自動化などの林業イノベーションや CLT の普及、都市の木造化など、川上から川下までの取り組みを総合的に推進してまいります。水産政策についてです。昨年12月に施行された改正漁業法等に基づき、漁業者をはじめとする関係者の理解と協力を得ながら資源管理ロードマップに沿って新たな資源管理システムを 確実に実施するとともに漁場の総合的な利用を図り養殖業の成長産業化を推進してまいりますまた水産流通適正化法について現場への丁寧な説明と施行に向けた検討を進め 国内外の違法漁獲の撲滅に努めてまいります。さらに外国漁船による違法操業の取締り体制の強化を図るとともに、近年のサンマなどの記録的な不良を踏まえ、漁業者の収入安定を図る積立プラスの基金の積み増しや不良の原因解明のための調査を実施してまいります。東日本大震災から10年が経ちます。私自身、大臣就任後、まず福島県を訪問するなど、復興に懸命に取り組まれている方々の声を直接に伺ってきました。被災地ののの皆様をはじめ多くの方々のご努力により 実に復興が進展している一方で、営農再開や水産業、林業の再生、夫婦払拭等、まだまだ 取りり組むべき課題があると認識しております先月も余震と見られる大きな地震が発生したところであり、この地震への対応を含め、引き続き被災された農林水産業者の方々が、再びたしなるために万全の支援を行ってまいります。また、近年頻発する豪雨や台風などの自然災害への備えを強化してまいります。以上、農林水産行政の今後の展開方向について、私の基本的な考え方を申し述べました。ののの皆様の豊かな食生活ををそれを支える農産産業業に引き継ぐため産業政策と地域